質問です。子育て中の大人たちに伝えたいことと努力してほしいことを教えてください。本質から逃げないっていう感じかな。とにかく今までの話と一緒ですけど、ハウツーでうまく社会に迎合して生きていくとか、仮面的な人間関係を築くとか、そんなの後でボロが出るわけだから。もっと昔だとね、いつ死ぬか分かんないわけじゃん、みんな。今はなんか簡単に人死なない時代になりましたよ。昔は人がどんどん死ぬし、いつ死ぬか分かんないっていうのがあるから、もっとなんていうかな、本音というかさ、生き方とかさ、そういうのもさ、いろいろ考えてる人多かったと思うんですよね。今それないじゃん。だからまず親がなんで自分は生きてんだみたいな、子供作るのもなんでだよみたいな話とか、なんでこんな社会になってんだとかさ、日本の歴史ね、古い歴史、本物だよ、教科書のさ、嘘っぱちの歴史じゃなくてさ、そういうの子供に教えるのも大事だみたいなこと私言ってますけど、それって受け継がれていくからでしょ。本質的な考え方とかさ、生き方みたいなやつが受け継がれるためのヒントになるから、そういうの大事ですよねって言うとるんよね。とにかく本質的なところ、生き方の本質的なところが逃げてるって人多いよね。とにかく今も安全に社会はどんどん悪化していくわけだけど、でもどうやって安全に逃げていけばいいかっていう感じやもんね。サバイバル精神はサバイバル精神であってもいいんだけど、結局自分たちはどうやって生きていくかっていうポリシーみたいなやつがないと話にならんじゃん。それをもうちゃんと確立してるんですかねと。私患者とかね、なんか質問されてさ、そういう人ね、応対実際にしてるけどさ、なんで病気治したいのとかさ、聞いて答えられないもん、みんな。あなたはガンなんだ、ふーんってなって、なんで治したいの、早くしって言うもんね。いつも言ってるからさ。いいじゃん、もうだって毒漬けになってそれまでずっとやってきたことが報いみたいなもんで病気になったんやから、早くしばいいじゃんみたいな。って言うと、いやだみたいな感じになるわけじゃん。で、じゃあなんで治したいんだよみたいな。病気になってることは神の摂理なんだからさ。だから、そのままでいいじゃんっていう。なんで神に逆らいたいんだよ。神に逆らう理由を述べよってよく言うんですけど。それってだから、生々しいポリシーみたいなやつがあるかないかって話なんだよね。そういうのはみんなないから今。日本人だけじゃなくて世界中、人類にないね、人類に。みんな綺麗事だけ。逆に言うと欲望的で表面的な建前のね、地位とか名誉とかばか求めてるとか、そんなやつばっかりから。で、綺麗事言うて二枚舌で嘘ついてるやつもいっぱいあるしさ、そんなやつしかおらんのんじゃ。そうじゃないっていうものは、あんのかどうかっていうのを考えてもらいたい気はする。